はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回は、こちら、パセリをですね、一袋買ってきたんですけど、非常にですね、思った以上に非常に多い、とんでもない量の、パセリ。これがね、100円で売ってました。半端ねえ量。これ食えねえ。こんな食えねえって言って。こんなに食えねえわ、100は。まあ、これをつまみですね。このぐらいの量、つまみで。今日は、こちら、チューハイです。数量限定の札幌の、コトコトという、オレンジマーマレード。煮詰めた果実の美味しさが楽しめる濃く甘いチューハイ。アルコール度数6%で、果汁が5%。マーマレード新赤種仕立て。ああ、なるほどね。原材料名がオレンジとウォッカと、オレンジマーマレード新赤種と、糖類と炭酸と酸味料と香料と、カロテノイド色素と酸化防止剤、カッコビタミン C。オレンジマーマレードのような、爽やかな香り。と書いてあります。これ、コンビニで売ってたっけな。まあ、チューハイです。あ、オレンジマーマレード、あ、オレンジマーマレードといえば、まあ、ジャムですね。まあ、オレンジマーマレード美味しいよね。ジャムね。うわ、これあれだ。ファンタオレンジみたいなすげえ色が。いただきます。これは ことこと。まあ、オレンジジュースよか多分ちょっと甘いかれあれだ。これファンタオレンジだ、これ。まんまファンタオレンジの味するわ。ファンタオレンジにウォッカ混ぜたような。あれだな。なんちゃって、スクリュードライバーみたいな。あ、でも意外と、あれだな。ファンタオレンジにウォッカ入れて、さあ、カクテル作ったら意外と美味しいかも。これあれだ。結構美味しい。まあでもファンタオレンジだ。完全に。ただそれにウォッカ足したような、混ぜたような味ですね。でも、まあ、普通に美味しいっちゃ美味しいですね。まあ、甘味料も含まれてないんで。こちら、札幌のコトコトはですね、このオレンジマーマレード味以外に、焼きリンゴ味があるみたいです。で、こちら発売日が2018年の12月4日。全国で、発売されております。これ焼きリンゴ味、美味しそうだな。
通に。普通に美味しそうだ、ね。焼きリンゴ味。ということで、こちら、パセリを。俺、パセリ大好きなんですよ。ただ、パセリってほんのさ、少量しか使わないでしょ、料理にね。こんだけ大量に100円で売ってて、普通さ、パセリってこんぐらいじゃん、使うとしたら。これぐらいしか使わないでしょ。これのさ、50倍ぐらいの量あるね。とんでもない。とんでもない量が。量が半端ない。まあ、俺はね、こちらマヨネーズ。マヨラーなんで、マヨネーズをつけて食べます。しかもキューピーのマヨネーズが大好きです。いただきます。うん、お、うん、うん、あ、懐かしい。ここ最近パセリなんて全然食ってないから。あ、うまい。うん、このパセリはですね、調べてわかったんですけど、野菜の中で確か一番栄養価が高い野菜らしいです。まあ、他にもあるんですけど、モロヘイヤとあと大葉が、一番高いと言われてます。これとね、この、パセリと、大葉と、モロヘイヤ、うん。が、この3つが、なんか、非常に栄養価が高い。まあ、グラム単価としてね、うん。まあ、特にパセリなんてほとんど食わないですからね。量が。まあ、モロヘイヤも、まあ、大葉も食わないでしょ、絶対。量食べないじゃないですか。まあ、でも、モロヘイヤはまだあれだな。ネバネバするやつね。よく考えてみると、モロヘイヤも俺、20年ぐらい食ってないかも。モロヘイヤ。うん。うん。あ、うまい。うん。うん。ちょん。うん。札幌。麦とホップの本熟というのが、3月5日から発売するらしいです。うん。数量限定。うん。でもって、札幌の本格辛口という第3のビールが、4月2日。に発売されるらしいです。こちらは数量限定ではないですね。数年販売になるでしょうかね。高発酵強炭酸による、本格辛口のビールテイスト。アルコール度数が、あ、でもアルコール度数 5% だ。
アルコール度数 5%。 あれなんか朝日も新しいの出たんじゃない？朝日もなんか新しいの出たよね。聞いちゃった。最近。まだ飲んでないですけど。あ、チューハイ。お、辛口男梅サワー出るらしいですよ。2月の19日に発売で、アルコール度数 9%、糖類ゼロ。あ、甘味料入ってる。甘味料入ってます。これダメだ。甘味料入ってないんだ、いらん。にしてもあれだな。本当にあれだな。ファンタオレンジだな、これ。この味。ものすごい、このファンタオレンジ感。朝日。朝日新しいの出たんじゃなかった？ん？あ、今日発売ですね。1月29日発売、朝日の、極上。これさ、キリンのさ、極上ってあるよね。発泡酒のやつ。あれ、まずかったから、もう二度と買わねえけど。キリンの淡麗生が、ね、名前変わって、極上になりましたけど、あれ、まずいですね。うん、こっちはですね、麦 100% による本格的な飲み応えとかなんとか書いてありますけど、アルコール度数 5%、麦が 100% の、第3のビールですね。まあ、期待しないで待ってるか。期待しないで待っといてやるか。いや、待っといてやるかって、もうすでに今日発売だ。今日発売してる。あ、美味しい。最近あれですよ。インフルエンザが流行ってますからね。聞いた話によると、今年インフルエンザの A 型が、2種類いるらしいですね。
インフルエンザって A 型と B 型で、2つあるんですよ。症状が強いのが A 型。弱い方が B 型。で、基本的に、ワクチン、予防接種あるでしょ？あれっていうのは、A 型にはかからなくなりづらい。じゃね、A 型の、あれなんですよね。予防接種は。だから、A 型にはかかりにくくなるんだけど、B 型にはかかっちゃうっていうものなんです。血液型とかで全く関係なしにね。だから強い方を A、弱い方を B だったんですよ。でも今、今年はなんと、その A 型が、2ついるらしいです。なので、もう全国で、まあまた今年もね、インフルエンザが、むちゃくちゃ流行してると。んで、ここ数年間、俺インフルエンザかかってないんですけど、3年ぐらい。かかってないんで、まあ、風邪はかかったことあるな。まあ、なんで、皆さんも、気をつけてください。なんだっけ、一説によると、うがいは、効果がないらしいです。科学的には効果ないらしいです。うがい。ただ、手洗いは効果があるらしいです。手洗いは。まあ、俺は、どっちもやりますけど、うがい手洗いね。どっか出かけたとき、うがい手洗い。うがいはね、効かないらしいです。関係ないらしい。ただ、手洗いは、本当にやった方がいいらしいです。で、まあ、先ほど言ったように A 型がね、2つあると。いうことらしいんですけど、結局、そのウイルスもね、徐々にその、常に変化してるわけですよ。あいつら。ゴキブリと同じようにね。日々変化してる。抗体ウイルス的なね。
だから最近のゴキブリも、すごい薬に抗体を持ってるので、なかなか死なないと。それと同じでインフルエンザも、生き物ですからね。どんどんその、強くなっていく。ありましたね。インフルエンザの方が、A 型が38度以上の高熱。おかん、関節、筋肉痛。さらに多くの変異体が存在し、増殖力が早く、しかも感染力が強いので、流行しやすいのが特徴です。インフルエンザ B 型が A 型に次いで流行しやすいウイルスです。A 型のような突然変異を起こさないため、世界的な大流行を起こすことはありませんが、症状は重く、数年おきに流行して猛威を振るいます。もう一つありますね。インフルエンザ C 型。感染しても風邪程度の症状で多くの人が免疫を持っています。なるほど。あとあれですね。マスク。マスクはあれです。やったほうがいいです。マスクはね、だから感染防止とかじゃなくて、単純に、喉のあたりの湿度。だから自分が風邪ひいて、それをうつさないようにするためにかけるんじゃなくて、自分のためですね。マスクをかけることによって、口の中の水分とかがあんまり逃げにくくなると。鼻とかね。だから、インフルエンザとかも、風邪もそうですけど、乾燥すると、あいつら、すごい元気出すんで、なるだけ湿度が高い。高く。俺も加湿器つけてます。ただね、加湿器つけてても、日によってね、日によって、45% ぐらいだったりとか、はたまた 60% 超えだったりね、結構ある。ちなみに今の湿度は 46%、今日乾燥してる。俺ワンルームなんで、シャワー浴びるときに、シャワー浴びた後に、ドアをあえて開けっぱなしにして、風呂上がった後ね。で、そうすると、ほら、だいぶ、ね、湿度がこう、ブワーっていくわけじゃない。だからわざとそうやって、冬はね、部屋全体に
湿度を上げてあげると。うん。まあ、あとあれっすかね。よく寝ることとかな。よく寝ることと、あと、ニンニクがいいらしいですね。ニンニクが。ニンニクが、非常に体の免疫力を上げてくれるらしいんで。まあ、いいらしいです。まあ、あとあれ、ネギとかな。まあ、ネギとかも多分いいです。ああいう玉ねぎ系っていうか、ネギ系な。ネギ系は殺菌作用があるのかな。玉ねぎ、ネギ、長ネギ、あと、ニンニク。うん。まあ、その類ね。まあ、全く関係ないですけど、ハムスター昔飼ってた時に、知ったんですけど、ハムスターは、ネギ系は、与えたら死にますんで、死んじゃいますから、気をつけてください。ハムスター飼ってた時にね、飼育の本とかあるじゃないですか。あれ読んで、まあ初めて知ったんですけど、結構そういうのあるよね。大体ネギ系って結構やばいんですよ。食えるの人間ぐらいで、ネギ系は本当に、動物は本当に、死んじゃう。あと犬にチョコレートとかもうダメっていうの聞いた。うん。確か。だから人間のまあうん。まあ基本的にそもそも人間の食べ物をそのさあげちゃダメなんだ。大体。まあといっても。ねえ、ハムスターとか、ほら、野菜とか、ねえ、あげた方が、まあ、いいわけでしょ。まあ、一概にそうとも言えないんですよね。やっぱりほら、茹でた野菜とかさ、人参だとか、とかあげた方が、やっぱ健康にはいいんでしょうけど。まあ、犬とか猫は、基本的に人間の食べ物を食べさせると、まあ、肥満になったりとかね。っていうのはあると思うんで。うん。やっぱね、辛い、ネギとかやっぱ辛いでしょ。多分あれなんだろうな。あれがやべえんだろうな。うん。ハムスターはな。うん。うん。加湿器などを使って50から 60% の湿度を保つ。というのが非常に有効だと。インフルエンザはね。インフルエンザはね、確かに 50% を上回ると、すごい
死んじゃうらしいです。インフルエンザの菌が死ぬらしいです。なので、まあ湿度。まあ外出ると、すげえ乾燥してるもんな。もう喉の、鼻から息吸ってても喉がすげえ、鼻と喉の奥あたりがすっげえカラッカラになるもん。ハムスターの毒。有害な食物。これ結構あるんだよな、ハムスターもな。インゲン豆、そら豆、大豆、落花生、エンドウ豆、青い豆、黒豆。これ全部、やばいらしいです。で、あと、じゃがいも、さつまいも、どんぐり、びわ、梅、あんず、りんご、桃、すもも、さくらんぼ、梨。え？りんごダメなの？りんごの種らしいですね。これ種だ。さくらんぼの種とか、梅の種とか、種がやばいと。種食わせねえだろ、さすがに。トマト。葉っぱ。トマトの葉っぱ。アボガド。これは全部。パイナップル。マンゴー。茹でれば大丈夫ってやつもあるみたいですね。ほうれん草、セロリ、赤かぶ。これは、茹でれば OK。春菊、小松菜、ほうれん草。あ、これダメなんだ。小松菜とかほうれん草とかあれな、普通に揚げそうな感じするわ。ネギ、玉ねぎ、ニラ、ニンニクなどのユリ科。これやべえっすね。モロヘイヤ。ごぼう、レンコン、アロエ、銀杏、レタス。わらび、ふきのとう、とうもろこし、ピスタチオ、ピーナッツ、胡椒、山椒、生姜、唐辛子、からし、わさび、食塩。こう見るとめちゃくちゃ多いな。ハムスターダメなやつ。あ、チョコレートもダメです。チョコレートもダメ。牛乳もダメ。生卵もダメ。でもこれ、小松菜とほうれん草はすげえ意外だな。俺、小松菜とほうれん草大好きなんですけど。はぁ、小松菜とほうれん草ダメなんだ。もう逆にここら辺になるともうあれだな。食べても OK なやつのみを、あげた方が早いんじゃないか、俺。ほとんど有毒だぞ、これ。なるほどね。昔ハムスター飼ってた時、ゴールデンハムスター、っていう、まあ、割りかし大きめのハムスター飼ってたんですけど、飼ってたっていうか、隣の近所からもらったんですよ。なんか、増やしすぎて。増えすぎて、もらってくださいとかって言われて、で、もらったんですけど、
人にね、慣れてなくてっていうか、まあ、他人だからな。今まで飼ってた飼い主だったら問題なかったんかもしんないけど、ね、来て早々、まあ、ケージの中に入れて、で、こう、ここにひまわりの種を乗せて、こうやってあげたんですよ。こうやってあげたら、この、中指を、に思いっきり噛まれて、貫通したんですよ、ここ。爪貫通して、血出たんですよ。それからもう、絶対、ゴールデンハムスターも、飼わねえと思ったね。怖い。ゴールデンハムスターは本当にでかいからな、パワーがあるんだ、パワーが。だからジャンガリアンとかさ、ちっちゃいドワーフハムスターとか、ああいう系だったら、別に本気で噛まれても大して痛くねえんですよ。ただね、ジャンガリアンとかにね、に比べてね、ゴールデンハムスターってのはめちゃくちゃでかいんで、体重2倍か3倍ぐらいあるでしょ。だからね、ゴールデンハムスターも絶対飼いたくない。もうあれでトラウマになったもん。ゴールデンハムスターもトラウマですね、あれ。本当に。とんでもない。そのさ、隣のさ、近所の人がさ、言うのがさ、くれた時に、こう言われたんですよ。この子、すごい人懐っこくてね、誰も噛まないんで、絶対噛まないですよって、言われたのを覚えてる。めちゃくちゃ、人には懐いてるんで、絶対噛まないですって。言って、お前、速攻噛んだからな。とんでもねえ。とんでもねえあれだよ。ゴールデンハムスター、本当にあれ怖いね。マジで。まあ、本来ハムスターって、寿命が2、3年ぐらいなんですよ。なんで、まあ、だから本当に子供の時から、生後1ヶ月ぐらいのやつを買った方がいいですよね、ああいうのはね。うん、まあ、ペットって何でもそうだけど、犬とか猫でもさ、やっぱさ、子供の時のやつを買うじゃない。みんな。子供の、その、ね、時、生後1ヶ月ぐらいのやつを買うんですけど、聞いた話によると、ペットショップがね、その、生後1ヶ月ぐらいのやつがみんな売れちゃって、で、生後1年とか2年とかのやつがもう全然売れなくて、で、結局、ほら、餌とかあげなきゃいけないわけじゃないですか。だから、絶対売れないから、もう、そいつらはもう殺処分するらしいですね。ペットショップは。だってもう、いるだけで結局、餌とかね、いろいろ世話やんなきゃいけないわけですよ。だから、いるだけでも大体マイナスになるわけ。だから、そういったものも全部、処分っていうかまあね、殺処分するらしいですね。だから、ペットショップで、買うっていうのも、まあ正直、
まああれなんですけど。だからかといって保健所とかさ、まあ、いわゆる、その、保健所とかに、そのいる猫とか犬とか、の方が安いっていうか、安いんですけど、まあ無料で多分もらえたりするんですよ。ただね、そこでまた問題なのが、そう簡単にもらえないってことです。まず、その規約みたいなのがあってね、ずらーって、それを全部満たしてないとダメなんです。だから、簡単に言えば俺の場合、一人暮らしなんで、これ無理です。もう一人暮らしの時点でもうダメなんです。なんでかっていうと、もしあなたが働けなくなった時に、ね、一人暮らしだともう、まあ、ペットを、その、飼育できなくなるわけじゃん。だからもうダメなんです。で、他にも、会社に勤めてなかったらダメ。とか、あと当然ペットの、賃貸、ペット OK の賃貸じゃないとダメ。とか、ものすごいあるんですよ、あれが。とにかく。これなんでかっていうと、まあ、虐待するやつがいるからですね。虐待、まあ、やべえやつが、まあ、いるんですよ。世の中にはやべえやつがいて、ね、まあ、ただでもらえるからつって、もらって虐待しよるやつがいるんですよ。だからそんだけ厳しいんだろうけどね。ただね、ぶっちゃけた話ね、結局死ぬんですよ。ほっといても。だってもらえなかったら結局死ぬわけでしょ。で、殺処分するわけですよね。当然。多分毒かなんか入れて殺すわけですよ。だから、その、保健所とかで、その、まあ一概に言えないですけどね。ここら辺問題ですよね。確かに事実、虐待する人間もいますから。かといって、ね、きつく、その規約がもうブワーっていっぱいあるわけでしょ。それじゃもらえねえだろと。ほぼほぼ。そんなんだったら結局お前余らせるばっかで死んじゃうんですよ。殺されちゃうんです。他にもいろいろあるんですよ。なんかね、ネットでね、見た、あれだけど、なんかインターネットのその、里親募集みたいなの、サイトがあるんですけど、それもね、俺一回見たんですけど、すげえ厳しいんですよ。規約が。もうだからさっき言ったように、一人暮らしはもう絶対ダメ。とか、ね。なんたらかんたらでもうダメ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 って。すげえいっぱいあるの。おまけにあれだよ。なんだっけな。半年後ぐらいにな、なんか毎年、半年に一遍、なんかそのね、飼育の、その、まあ、猫とかの写真をね、毎回アップしろとか抜かすんですよ。毎回アップしないとダメとか抜かすんですよ。かーって。なんでお前そんなクソめんどくせえことしなきゃいけねえんだって話よ。ちょっとやりすぎだと思うんだよな、あそこら辺は。確かに虐待するやつもいるよ。だからって言ってね、そんなに法律で縛られてさ、それで結局もう誰も手に入らないですよ。結局。で、結局買い手っていうか、相手が見つからずに、ね。結局、まあ保健所とかの、ペットとかは、当然のように、殺処分されるとか。まあ、ここら辺おかしいんだよ。どっちにしろ。まあ、確かにさ、まあ、虐待するやついるからな。
それもそうなんだよ。だからここら辺難しいんですよ、確かに。なんとも言えないんだよね。あ、あと他あれだよ。最近話題になった。あの、カミツキガメとか。ああいう系のやつですよ。だから、ねえ、タダでくれるっていうようになれば、ね、もらった後に、もうめんどくせえから買うのやめたっつって、野生に返す飼い主とかもいるんですよ。だからこういうのもまた厳しくなってんだよ。ああいうの。なんか海外からね、カミツキガメとか、ね、ペットでさ、輸入させてさ、で、飽きたから捨てるとかさ、あ、それでも勝手に野生化してんだもんだって。で、他のさ、あの生態系をめちゃくちゃにしてるわけでしょ。どこだっけ、あれ千葉だよな。千葉のどこだったかの沼だか川だか、川じゃない。湖か池か。あそこら辺すげえいっぱいいるらしいですね。カミツキガメ。だかワニガメだかなんだか知らんけど。まあこの問題はちょっと難しいですね。だからもう、ほとんどのあの池とかさ、あのブラックバスいるわけでしょ？もう、あいつら繁殖しまくって。昔はあの、ブラックバス釣ってた人いたけど、あの釣ったら、あのリリースしてたんですよ、昔は。俺が確か中学生ぐらいの時に、友達と川釣りに、あの川っていうか釣りに行って、湖みたいなとこ行って、で、ブラックバス釣って、で、リリースしてたんですよね。でも今もう、あの、何年か前に、あの、法改正で、あの、釣ったブラックバスは絶対、あの、リリースしちゃダメなの。もう絶対殺せって。殺すか食べるか何かしろって。いうその法律ができて、うん。だからリリースした場合も罰金ですからね、罰金。まあ、といった感じですかね。まあ、難しいです、これは。この問題は。29日。よしと。甘み、香り、まあでもこれはまあ普通に美味しいけど、これ美味しいけど、ぶっちゃけた話、これであれだぞ、ファンタにウォッカ入れれば出来上がるかな、これ。しかも値段これあれだぞ、コンビニで売ってたから160円ぐらいしてたぞ。高いわ。4443です。ご視聴ありがとうございました。